おはよう、はるかちゃん。ちょうど準備よかったら。おは、残された時間はごくわずか。はい、よろしい。エクセレント、上々ですよ、はるか。ありがとうございます。なあ、はる、説明するから。わかりました。急な仕事ですか、しか。はい。お待たせしました。急でごめんね。早速やけど。
そう、事務所の目の今日イベントするはずやったタレントが急遽代役を頼む。ええ、ただしょそう言うたんやけど。わかりました。悪いけど僕は手離されへんね。山浦さんが会場で待ってるから。ごめんやけど。はるか来たな。はるか、ええ、来るはずのタレントが来えへんって言うたから客が帰ってもうたみたいやね。ステージの後には握手会もあったらしいんやけど、正直厳しい営業やわ。ま、舞台度胸はつくやろうけどな。なるほど。さ、ほんなら早速やけど衣装に着替えて。うん、なかなかええやん。ありがとうございます。さてと、客少ないし盛り上げる難しい思うけど、やれることやるしかないな。あんたの歌で。わかります。ほんならそろそろ。上出来上出来、客も集まってきたし受けも上々やったで。よかったな。あんたも自信ついたんとちゃう？ええ、ちょっと安心しました。うまくいったよね。あとそうや、この後握手会もあるんやった。さあはるか、行くで。ええから、ええから、お客さんそんなにおらへんし。そんな。まあ楽なし。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はありがとうございました。沢村はるか、プリンセスリーグ見てるよ。これから。おじいちゃんも。ありがとうございます。
お疲れさ。いえ。そう、堀江、合流してこの後、彼、ドンキホ…わかります。ああ、はるかちゃん。ええ、くじ。はい。ああ、そうか。何をです？社長、はるかちゃんが戻ったら。え？今頃、事務所で。重い。さ。はい。お。や。うん。社長の右手の怪我。そ。そうか。はい。ありがとうございます。はい。じゃあちょっと放送用の。あれ、はるかちゃんじゃない？何？ね、やだ、ちょっと何そのダッサいブローチ。どん、何無視してんの？ここで何してんのって聞いて。社長にプレゼントを。ああ、それでか、納得。そのダッサいブローチ、あのおばさんにぴったりだわ。ねえ、知ってる？あのおばさん、昔売れないアイドルだったって。デビューの時にポッと出てさ、あっという間に潰れて消えたんだってさ。ウケるでしょ。売れなかったアイドルに指導されて、あなた自分が売れると思う？決勝戦勝つつもりじゃないでしょうね。いい？教えといてあげる。あんたただのかませ犬だから。よくあれ演出よ。プロデューサーの万田さんとうちの事務所で話ついてるんですって。はるかちゃんも事務所変えたら？あんな腐ったアイドル崩れのとこよりいくらでもマシなとこあるでしょ。やめてください。何、親切で言ってあげてんのに。そのひねくれたところもあのおばさんそっくり。それ以上社長の悪口言ったら。言ったら何？それ以上社長の悪口言ったら許さない。上等じゃないの。でもいいの？うちの事務所ね、その気になればあんたんとこの事務所くらいあっという間に潰せるんだからね。それが嫌なら今すぐ土下座して謝りなさい。それとも終わってる社長と一緒にあんたもこの世界から消えちゃう？じゃあ連絡しちゃおう。あんたも社長も
これで終わりね。やめて。はあ？やめてください。何？口だけ？やめてください。頭は頭つけなさいよ。おい、何してんねんお前ら。いいじゃないの堀江。社長、久しぶりね。二人とも元気？別に。はるか、お二人に土下座して差し上げて。え、どういうこと？ただし、あなたたち本当にいいのかしら。何がよ。昔と違って今のタレントにオフはないわ。あるとしたら自分の家の中くらい。一歩外に出たらそこは営業の場よ。ブログや SNS、 いい噂も悪い噂も一瞬にして世界中に広がる時代。こんなところで他社のタレントに土下座なんてさせたらどうなるんでしょうね。ライバルを蹴落とそうとして逆に自分が転げ落ちていったタレント、私も嫌というほど見てきたわ。あなたたちはその典型みたいね。行こうまい。なんだか冗談が通じなかったみたい。うん、バッカみたい。マイ、アズサ、元事務所仲間のヨシミで忠告しといてあげる。実力は嘘をつかない。ライバルを恐れるのは自分たちの実力に自信が持てないからよ。誰がそんな子ライバルだなんて思ってないわ。だったらはるかに関わってなんかいないで自分たちの芸を磨くことね。可愛いだけのアイドルじゃすぐに飽きられるわよ。行こう。はるか、ありがとう。これは。あら、私へのプレゼントじゃなかったの？でも違ったのかな。私に似合いそうなのを選んでくれたのかと思っちゃった。え？私そういうデザイン大好きだから。ありがとうね社長。さ、約束よ。今日はこの後買い物に付き合ってもらうわ。少し支度があるから一度事務所に戻って待ってて。いいわね。はい。すぐに戻るわ。事務所で待ってて。
はあ、はるか。光栄。でもどんどん成長し、あなたには教えがいがある。前のトレーナーもきっと悔しがりますね。レッスンをしたければいつ。お待たせ、はるか。悪い。行くぞ。明日東京に行く予定なのよ。だから堀江にいろいろメモを残しとかないと。ああ。でもメモって社長左手で？ええ、荻田に突き飛ばされたでしょ。あの時右手を痛めちゃったからね。大丈夫なんですか？右手使えなくて。まあね、私もともとは左利きだったの。子供の頃預けられた里親にちゃんと右手で書くようにって結構無理やりしつけられてね。今時の子はそこまでやらされないんでしょうけど、まそういう時代だったんでしょうね。さ、これで終わった。待たせて悪かったね。今夜の予定は全部キャンセルしたわ。あなたはもう出かけられる？準備はいい？はい、大丈夫です。なら行きましょう。毎日大変だったし、ストレスも溜まってるでしょ。今日は買い物に行って全部発散させるのよ。いいわね？はい。いらっしゃいませ。you
ねえ、どう？少しは息抜きできた？はい、とっても。明日からまた忙しいわよ。お互いもう休んでる暇はないわ。レッスン付けにしてあげる。いいわね？はい、頑張ります。はるか、これあなたにあげるわ。ブローチのお礼。少し早いけど、デビュー祝いのプレゼントよ。そんな、これ以上プレゼントだなんて。いいから、開けてみて。社長が使ってた、こんな高そうなものいいんですか？高そうじゃなくて高いの。大事にしなさいよね。大事にします。その万年筆はね、私がデビューするって決まった時、大切な人からもらったものなの。私にとってはお守りみたいなもの。デビューの時もマイクに隠してずっと両手で握ってたんだから。やっぱり社長でもデビューの時は緊張したんですね。今思えば大したことじゃなかったわ。もっと大変なのはデビューした後。私の場合特に大変だったわね。どんな風にですか？私はね、18でデビューする前には結婚してたの。え？相手はその万年筆をくれた人よ。もちろん世間にも、それに事務所にも内緒でね。私は自分が韓国籍であることも、家庭に問題があったことも、それに既婚者であることも隠してアイドルを続けた。案外うまくいってたわ。でもある日、私は自分が妊娠していることに気づいた。すぐに下ろしたわ。当時はあまり迷いはなかった。まだ若かったし、アイドルを続けるためには仕方のない犠牲だって思ったの。夫に打ち明けたのはその後。彼、その時初めて私を殴った。そしてあの人は私の元から去っていった。自分がそばにいたら私の夢の妨げになるからって。私はそれも仕方のない犠牲だと受け入れたわ。でもその後、結婚していた過去があったことを知った事務所は、私を売り出すことに躊躇するようになった。いつ爆発するかわからないスキャンダルを抱えたアイドルに大金なんてかけられないってね。予定されていたイベントは次々に中止された。日本ドームで大規模なコンサートやろうなんて話まであったのにね。
すごかったんですね、社長。私、全然知りませんでした。コンサートが私の夢だった。コンサートをすれば、自分を捨てた親や世間を見返せると思ってた。収容人数5万5000人。親にも愛されなかった私にしては上出来な数でしょ。別れた旦那もコンサートをすれば見に来てくれるかもなんて考えてね。でも現実には事務所には見放されて、コンサートどころか仕事はどんどん減っていったわ。後にはもう何も残らなかった。自分がもう子供を産めない体だと知ったのも全てを失ってからだったわ。そんなことが。スターを夢見て犠牲にしてしまった過去への償い、それが今私がアイドルを育てようとしている理由なのかもね。もしかしたら失ったものを取り戻そうとあがいてるだけなのかもしれない。でももう私にはこれしかないの。あなたには迷惑かもしれないけどね。迷惑だなんて。私、社長のためにも頑張ります。ありがとう。でもあなたのおかげで私も失っていたものを少しだけ取り戻せたかもしれないの。え？この前プリンセスリーグであなたの決勝進出が決まってから雑誌の取材を受けたのよ。それを目にした元夫からこの手紙が来たの。東京で会わないかって。え？彼とはもう二度と会えないと思ってた。私の行けない遠い世界に行ってしまって、それっきり連絡も取れなくなってたから。社長、あ、でもそれじゃこんな大事なもの私がもらっていいんですか？もちろんいいの。でもその代わりと言ってはなんだけど、はるか、あなたに一つ頼みがあるの。はい。別れた旦那に会うにしても、これだけ年を重ねちゃうとね、会ってがっかりされたくないのよ。待ち合わせの場所にはあなたが行って、それで私のところに彼を案内してきてほしいの。あまり明るい場所で今の老けた顔見せたくないから。私でお役に立てるんでしたら。でも心配いらないと思います。社長今も綺麗ですから。ありがとう。お世辞も上手になったわね。お世辞じゃないです。彼には東京でのあなたのライブに来てもらう約束になってる。その時また改めてお願いするわ。その万年筆はあなたが私の代理っていう目印になる。つまりそれが彼と会うための鍵でもあるの。わかりました。ありがとう、はるか。今日は私も楽しかったわ。寄り道しないで帰るのよ。社長も気をつけて帰ってください。おやすみなさい。
すみなさい。もしもし、はるかちゃん？堀江さん、どうしたんですか、こんな朝早く。大変なんや、今すぐ事務所に来て。え、何かあったんですか？それが、僕もなんて言うたらええか分からへん。とにかくすぐにこっち来て。近寄っちゃダメ。ほら、向こうに行って。私、ここの事務所の所属タレントなんです。ここっていうと、ダイナチアの？はい。ああ、そうでしたか。実は今、ここのビルで飛び降り自殺があって。お気の毒ですが、亡くなったのはダイナチアの社長さんでして。そんな。あ、ちょっと君。ではパクさんが自殺をほのめかすようなことは？いえ、タレントのデビュー前なんで張り詰めてはいましたけど、自殺するようなそんな感じはなかったです。堀江さん。はるかちゃん。彼女は？沢村はるか、うちのタレントです。今日パクが東京に行く予定やったのも、彼女のデビューイベントの準備のためでした。なるほど。後でお話伺えますか？あの、それより社長は？あ、はるかちゃん。寒い。